こんにちは、しまなみ日和です。ここは今治市玉川ダム湖と ダムです。風もとても涼しいです。時折、なんか天気に備えて、今日は平日なので、誰もボートに練習をしていません。ダム湖が埋まっています。ここはピア、浮き桟橋みたいなところに今いるんですけども、ちょっと波でゆらゆら浮き桟橋が動きます。海もいいですけども、まあ、このような湖、まあ、ここはダム湖ですけども、渡る風が気持ちよくてとても気持ちいいです。この横は辰岡小学校跡地になってるんですけども、これまでキャンプをされてる方が何人かいらっしゃいます。すごく立体的に大自然と緑とこのすごい大きな人工湖ですけど湖があります。これだけで気持ちがいいです。
国道307号線をダムの方へ降りていきます。この橋の下では釣りをされる方がいらっしゃいましたよ。それを見てちょっとゆっくり進んでいます。少し走ると公園があるんです。まあ、公園の横を通っています。ここは春には桜がきれいな公園です。公園を過ぎるといよいよダートコースに入ってきます。暗くなっているので車のライトもついています。左に湖、この辺りはまだガードレールがありますね。これから先ガードレールもありません。ちょっと工事中という看板見て行けるかなと思ってから、はい、前へ進んでいきます。景色がとてもいいです。ところがほとんど車が通らないので、道の上に石が時々あるんですよね。はい、ここも景色がいいですね。はい、ちょっと眺めてまた暗い林の中を走っていきます。道路は時々湿っているところもあるんで気をつけながら、またできる限り石を踏まないようにしています。私の車は地面と車体の間は180ありますが、地面とのクリアランスが短い車は走らない方がいいと思います。時々石がコツコツと当たる感じがします。遠くにダムが見えるんですけども、周回道路は右に曲がったり左に曲がったりぐるぐる回っているので、距離的にはとても長いです。前から車が来ないように祈っています。おっと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 、ここでちょっと道を間違えそうになりました。まっすぐじゃなくて左側を通っていきます。やっと周回道路が終わりました。ダムの上を走っています。
戻れました。